シェコソバ、あるいはコソボポリエは、コソボプリシュティナ軍の町、及び、それを中心とした基礎自治体であり、コソボのほぼ中央に位置している。コソボの首都プリシュティナからは南西に8キロメートルに位置している。1389年に、オスマン帝国の侵略に抵抗して、セルビアの諸公が、ボスニアなどのキリスト教諸国と共に戦った、コソボの戦いの戦場に、 最も近い町であり、町の名前はこのことに由来している。フシェコソバは、コスボの戦いの戦場に、最も近い町であるが、町そのものには、歴史的遺産は、あまり多くない。1987年4月、当時のセルビア共産主義者同盟の議長であった、スロボダン・ミロシェピッチは、アルバニア人主体のコスボ支配とセルビア人に対する、 民族差別があるとしてこれ抗議していたセルビア人たちの怒りを収め騒動を鎮静化するためにコソボポリエの文化ホールに派遣されたセルビア人の市民がアルバニア人の警官に殴られたことに腹を立てていたセルビア人に対して誰も諸君を殴る権利はないこれ以上殴られることはないだろうと述べたこの出来事はミロシェビッチが セルビア人に対する支持を表明したものと理解され、ミロシェビィッチはセルビア人から強い支持を得るようになり、後に権力の中枢にまで上り詰めた。1999年のコソボ紛争まで、フシェコソバではセルビア人は人口の24%ほどを占めていた。国際連合難民高等弁務官事務所の推計では、 1998年3月の時点で、の人口はおよそ4万人で、うち24%は、セルビア人、59%は、アルバニア人17、17%が、その他とされている。フシェコソバでは、紛争前から紛争中、紛争後にかけて暴力が多数起こっている。1998年12月、この地では、セルビア人とアルバニア人の関係は、 比較的穏やかであったと言われているにもかかわらず、フシェコソバのセルビア人副市長は、コソボ解放軍によって殺害された。セルビア人やアルバニア人に対する拉致や殺害は、紛争が本格化するまで続いた。町のアルバニア人住民は、セルビア人の準軍事組織や地元のセルビア人によって、強制退去させられ、多くのアルバニア人が殺害された。 1999年に紛争が終結すると街を去ったアルバニア人の多くが戻り他方でセルビア人は街を追われたその後もこの地に泊まったセルビア人はアルバニア人が多数を占める地域の中のセルビア人の飛び地に身を潜めている数千人のセルビア人やロマが故郷を脱出してこの地域のセルビア人飛び地に逃げ込み大規模な難民キャンプが設置された 民族間の衝突は、終戦後もたびたび再燃し、多くのセルビア人がアルバニア人過激派によって殺害されている。こうした圧力が続く中で、フシェコソバのセルビア人人口は、急速に縮小しており、2002年7月にブリツカミが報じたところによると、この地に止まっている、セルビア人はわずかに550人であるとされた。 町は2004年3月のコソボ暴動でも深刻な影響を受け、セルビア人の家屋が焼かれ、多くのセルビア人が脱出を余儀なくされた。脱出したものの一部は帰還し、破壊された資産の一部は再建されている。出典、UN ミュニセプルコミュニティオフィス。2002年4月のデータは、角度が高いが、それ以前のものは推計である。 1991年のユーゴスラビアの国勢調査では多くのアルバニア人がボイコットしているため実際よりも値が小さくなっている。ありがとうございます。